お待たせしました。この着物ですか？せっかくの初詣ですもの。日本人らしく着物にしました。それに大神さんとの初デートだしね。おみくじ引かなくちゃ。おみくじ引かなくちゃ。大神さん、おみくじ。ここのおみくじって水につけて占うんですね。知らなかったな。
ねえ大神さん、なんだかワクワクしますね。本当だ。私のおみくじは末吉。でもこれぐらいの方がいいかも。幸せすぎるよりも少し幸せの方が喜びが多い気がしますから。よかったですね大神さん、今年はきっといいことばかりですよ。上手なんだから。それじゃ大神さんの運少し分けてもらわないと。大神さん、おみくじ結んでいかないと。そのようですね。では行きましょうか。大神さん日頃の行い良かったのかな。お風呂を覗いたりしていたようですけど。反省してくださいね。大神さん、おみくじ結んでいかないと。そのよ。ないですよ。私末吉って好きなんですから。ほら、末広がりって感じで今年も頑張ろうって気になるじゃないですか。大神さん、おみくじ結んでいかないと。私も大神さんがいれば。大神さん、おみくじ結んでいかないと。平和になりましたし、舞台頑張りますから、大神さんもしっかりもぎりを頑張ってくださいね。大神さん、おみくじ結んでいかないと。そのようですね。では行きましょうか。私の顔に何かついていますか？きっとなりますよ。だっておみくじも大吉でしたし。それに大神さんと一緒なら私はそれだけで幸せですから。大神さん、おみくじ結んでいかないと。そこの枝少し持っててもらえますか？すみません、手伝ってもらっちゃって。え、そうですね。
でも初めての共同作業なんて改まって言うとなんだか恥ずかしいですよ。そうですよね。私何言ってるんだろう。あ、そうだ、大神さんのおみくじも一緒に結んでおきましょうか。私の横でいいですよね。はい、何ですか。はい、こちらこそよろしくお願いします。そう言ってもらえると私も嬉しいです。大神さんって誰にでも優しいのかなって思ってましたけど、違いますよね。何向きになってるんです。なんだか怪しいな。いいです、お正月ということで特別に許してあげますよ。あ、そうだ、大神さんのおみくじも。あの神さん、すみませんでした。あ、そうだ、大神さんのおみくじも一緒に結んでおきましょうか。え、やっぱり、そうなんですか。大神さん、それじゃ私は。え、でもなんだかごまかされたような感じです。大神さん、ずるいですよ。わかりました、大神さん、今度はちゃんと答えを聞かせてくださいね。あ、そうだ、大神さんのおみくじも一緒に結んでおきます。あ、ごめんなさい。ちょっと聞いてみたくなっちゃって。大神さんのおみくじも一緒に結んでおきましょう。なんだか心がこもっていませんよ。目も泳いでいるし。あ、いいです、お正月ということで特別に許してあげますよ。大神さんのおみくじも一緒に結ぶ。わかりました、私にできることでしたら何でもお手伝いします。大神さん、ご用があったらいつでも言ってくださいね。私待ってますから。あ、そうだ、大神さんのおみくじも一緒に結んでおきましょう。お、どうかしましたか。
そうですね。今日は風も気持ちいいですし、本当にいい日ですね。今日みたいな日がずっと続くといいな。ね、大神さん。あ、そうだ。大神さんのおみくじも一緒に結んでおきましょうか。私の横でいいですよね。はい、何ですか？はい、こちらこそよろしくお願いします。休んでいきませんか？はい、あの大神さん、バレちまったら仕方ない。あんたたちをつけてたのさ。あ二人っきりで楽しもうなんて、あ、そうは問屋がおろしませんわ。どやびっくりしたやろ。まあな、こうなることは初めから計算づくやったんや。隊長、こうなったら諦めてください。すみません、止めようと頑張ったのですが、みんなの勢いに負けて、はあ、結局こうなるんですね。まあいいじゃねえか、ここはみんなでバーッと楽しもうぜ。うん、そうですね。花組はやっぱりみんな一緒が一番ですね。よし、決まりだ。じゃあ先行ってっからな。みんな行くぞ。あー、大神さん、さっきの続きはまた今度ですね。
大神さん。いえ、冬の寒さは好きです。身が引き締まる感じがしますから。実は私、あやめさんに憧れていました。いつかああいう人になれたら、そう思っていました。なのに戦わないといけないなんて、こんなのひどすぎますよ。でも、いえ、強さと優しさ、それと深い思いやりを持った素敵な人でした。はい、あやめさんを信じた私を信じてみます。ありがとうございました。私、もう少しで自分に負けるところでした。大神さん、あやめさんに会いに行きましょう。いつか、そしてなのに。でも、でも、私は大神さんほど割り切ることはできない。高魔になったとしても、あやめさんはあやめさんなんですから。大神さん、あやめさんなら分かってくれるはずですよね。私たちと一緒に泣いたり笑ったりしたこと覚えていてくれてますよね。私、もう一度あやめさんを信じてみます。あやめさんを信じた私のことを信じてみます。大神さん、あやめさんに会いに行きましょう。そして必ず。何言ってるんですか。あやめさんを助けたいとは思えないんですか。あやめさんと戦うのは辛いです。でも諦めるのはもっと辛いです。大神さんが諦めたとしても、私は諦めない。戦って戦って、そしてあやめさんの心を助け出してみせます。あやめさんならきっとサタンの呪縛からも抜け出せるはずですもの。いえ、私の方こそ取り乱してしまって申し訳ありませんでした。大神さん、私、あやめさんと戦ってみます。心を込めて剣を交えれば、必ず思いは伝わると父に教えられたことがあります。今の私には剣で問うことしかできませんから。はい、大神さん。それは大神さんがいてくれるから。大神さんの匂い、ぬくもり、こうしているとすごく安心できるんです。今だけでいいんです。大神さんのこと独り占めさせてください。大神さん。
それじゃ、私も、もう行きますね。あ、そうだ。大神さん、あやめさんのこと好きだったんでしょ？本当に？でも私にはそうは見えませんでしたよ。好きでいいじゃないですか。私もあやめさんのこと大好きですもの。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。やっぱりいつもあやめさんのこと見てましたものね。でも当然ですよ、女の私から見てもとっても魅力的でしたもの。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。本当にそうですか？私にはそうは見えませんけど、それに無理に終わらせる必要なんかないですよ。好きって気持ちは純粋ですから。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。ほらね、私の言った通りだ。好きでいいじゃないですか。私もあやめさんのこと大好きですもの。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。こんなところにいたんですね。どうしたんですか？ずっと空を見ていたようですけど。何でもないなんて顔には見えませんよ。大神さん、なんだか寂しそうです。でもそれは。大神さん、大丈夫には見えませんよ。私と二人の時ぐらい弱音を吐いてもいいんですよ。じゃないですか。大神さんはいつも一人で悩みを抱えて、私たちが心配しないようにしてくれているつもりかもしれませんけど、そんなの冷たいですよ。私たちは少しでも大神さんの力になりたいのに。じゃ
話してくれますよね。こんな私でも力になれるかもしれませんから。それは。でも、そうしないとこの帝都がなくなってしまうかもしれないじゃないですか。私だってあやめさんが帰ってきてくれたらどんなに嬉しいか。だけどあやめさんは、そんなこと大神さんだってわかってるでしょ。大神さん、どうして今更そんなこと言うんですか。私だってあやめさんに帰ってきてほしい、当たり前じゃないですか。でも今はあやめさんと戦うしか、この帝都を守る方法は。大神さん、ありますか。私の心臓こんなにドキドキしてるの。みんな一緒です。きっとみんなも怖いと思ってる。私だって怖い。一人じゃ顔を上げていられないほど怖い。私はまだみんなやお父様のように強くなんかない。でもみんなが一緒だから、大神さんがいてくれるから、私は戦えるんです。大神さんが励ましてくれるから、私は頑張れるんです。だから自分のことを悪くは言わないでください。大神さん、今は戦いましょう。今戦わないと未来をも失うことになります。みんな環境にいます。大神さんを、隊長を待っているんです。さ、行きましょう。二人が一緒ならきっと大丈夫ですよ。一緒に頑張りましょう。そして未来を守るんです。はい。
裁きの時は来た。この世界を始まりの闇に戻す。天よ泣け、地よ震えよ、今日こそが大いなる暗黒の始まりの日。今日こそが我が望みの成就する日。こんなことでくじけちゃダメよ。それじゃ悪魔に魂を売ったことになる。あれ、お立ちなさい。いいえ、私は天使長、大天使ミカエル。限りない罪禍の道に落ちたサタンと共に歩み、そして導く者、サタンがよみがえるとき、私もまたよみがえる。私はこの者の肉体に封じられていたのです。さあお立ちなさい。世界を救いたいのなら、あなた自身の足で。正義を貫くのは大変なことです。時には多くの屍を乗り越え進まねばなりません。しかし、くじけぬ勇気が、そして何より人々を愛する結びつきが最後に勝利するのです。どんな困難にあっても、希望の光は人間の心の中にあるのです。生きなさい。そして正義を示すのです。あなたたちに大いなる父の祝福がありますように。うちも行くで。なんだよそのボケーっとした面よ。行きましょう隊長。今世
紀最大のヒロイン神崎すみれ華麗に復活ですわ。お兄ちゃん、アイリスも行くよ。よしよし、それじゃあもう一つプレゼントがあるんだ。大神、ちょっと前に出ろ。帝国海軍少尉大神一郎、貴殿に南米演習の教官任務を申し渡す。ねえ、俺が推薦しといたんだ。お前はそれだけのことやってのけたんだぞ。花組を一つにまとめ上げてこの帝都の平和を守った。なかなかできるもんじゃねえよ。大神さん、おめでとうございます。大神さんの働きが認めてもらえたんですよね。私すごく嬉しいです。ほれ大神、お前からも言うことがあるだろう。私はただ大神さんのお手伝いをしたかっただけですから。だって私、大神さんのことが。海軍に戻っても頑張ってくださいね。私応援していますから。それじゃ俺の話はここまでだ。休みは明日からだ。ゆっくり楽しんできな。はい、わかりました。それではみんな解散よ。今日はもう遅いわ。さあ、部屋に戻りましょう。はーい、おやすみなさい。私ですけど、少しよろしいですか？大神さん、明日からのお休みの予定、もう決まってるんですか？私は、いえ、何でも。おやすみなさい、大神さん。私はもう一度。気は進みませんが、たまには実家に顔を出しませんとね。花小路伯爵の警護任務、私の休みはこれが終わってからになるわね。修行の旅に出る前に親父に一言挨拶しに行かねえとな。パパとママに早く会いたいな。
楽しみ。念願やった飛行機も完成したし、とりあえず試験飛行やな。俺に？戦いが終わり、帝都もすっかり平和になりました。今私の胸の中をいろいろな思い出がよぎっています。私は帝国歌劇団の中で随分甘えていました。それがはっきり分かったのです。だから私は自分を鍛えるために旅に出ます。そしてもっと強くなって必ず帰ってきます。大神隊長、私のわがままをお許しください。新宮寺さくら。Thank you.
までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また気が向いたらいつでも見に来てくれよな。心配ご無用、この私がいるんですもの。お客様は何十回でも何百回でも何千回でも。はい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 、また始まったで。アイリス待ってるからね。絶対また会いに来てよ。またいつの日かお目にかかりましょう。その時までほんの少しのお別れです。それでは皆さん。